挨拶をさせていただきましょう。皆さん、本日はようこそ東京ディズニーランドへ。私たちはパークに咲く素晴らしいお花とともに皆様をおもてなしいたします。ウェルカムフラワーバンドでございます。ありがとうございます。さあ、それではみんな準備はいいかな。リリー、オッケー。ガーベラ、もちろん。マーガレット、素晴らしい。それでは始めていきましょう。ミュージックスタート。ここは365日花があふれる魔法の国なのさ。ララ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 、どこでも見守っているよ。まず春にはファンタジーランドに、デリティアドベンチャーランドに、ウェスタンランドに、サボテン、リサーカントリーレコーディア、フォローランドに桜、ダウンにピオラ。夏にはスリレン、アジサイ、リキッド、秋は菊にカレビア、こちらの冬はスパッチ、海にチューリップ、あっちもこっちもワオ、スキレン、花のポンパレー。私はあなたを幸せにしますが花言葉、バンドマスターのサンフラワーでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、皆様に一つ質問をさせていただきます。本日この素晴らしい花の咲く東京ディズニーランドに来ることを楽しみにしていらっしゃった方は手を挙げてください。私たちは皆さんのワクワクする心を感じ取るとときめいてお花が咲いてしまうんです。ですから皆さんがワクワクできるように私たちが応援をさせていただきます。まずは前向きが花言葉、明るく元気なラーベラでございます。明るく元気に今日を過ごせますように、応援します。笑顔が大切ですからね。いいですか皆さん。まずはガーベラにお手本にしてもらいましょう。はい、
じゃあガベラいきますよ、はい、さあ来ました。あ、素晴らしいですね。皆さんこの笑顔見てください。これ基準にしますからね。皆様笑顔でお願いしますよ。さあそれではまずは真ん中のカメラを構えたお兄さん、そうですよ、いきますよ。カメラ大丈夫ですか。咲きますよ、せーの、咲きました。素晴らしい笑顔ですね。横のカメラの方もね、咲きますよ。はい、構えて構えて構えて、いきます。咲きました、いいですね。ではこちらカメラ構えてないですけどね、カメラ持ってるお姉さんいきますよ。はい、笑顔で、はい、咲きました。素晴らしい。ではいきますよ、咲きました。こちらのお姉ちゃんいくよ、咲きました。素晴らしいですね。さあ皆さん、ルールはお分かりになられましたか。では今度はときめきを買ってもっとテンポを上げていきましょう。 3,2,1 はい、咲きました。いらっしゃい、咲きました、咲きました。そうです、お姉さんですよ、いきますよ。咲きました、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 ごめんなさいね、咲きました。もう一回いこうか、咲きました、素晴らしい、咲きました、いらっしゃいください、咲きました。初くやりましたね。ではこちらのお父さん、咲きました、素晴らしいですね。では今楽しいという方、皆さん、はい、咲きました、いっぱいいらっしゃる、いっぱいいらっしゃる、よかった。全員咲くと思ってたのに、まだ咲かないみたいですね。いや、わかりました、今度は全員で咲きますよ、いつか場面を作って全員で咲く。ないないない、皆さん、まだマーガレットがそこに残っておりました。皆さん、真面目な彼の花を咲かせるには皆さんが心を一つに合わせる必要がございます。皆さん心を一つに手拍子をお願いします。あ、いいですね、皆さんの手拍子でマーガレット花が咲かないですね。なんで咲かないですか。皆さんお分かりになりますか。このリズムだったんだね、マーガレット。ではこのリズムでもう一度いきましょう。手拍子を、はい、いいですね、このリズムで、笑顔笑顔。まるでお花のオーケストラでございます。ありがとうございます。それでは皆さんの今日を占う花言葉、ハッピーフラワーワードを発表したいと思います。はい、何、あー、忘れてましたね。そう、笹といえば七夕です。七夕は星に願いを込めるロマンチックな季節です。皆さん、あちら奥をご覧ください。ワールドバザールには笹が飾られたウィッシングプレイスがございます。皆さんも思い思いの願いを書いていってくださいね。それでは改めまして、皆さんの願いを叶える花言葉、ハッピーフラワーワードを発表したいと思います。本日のハッピーフラワーワードは、こちら、サルビアです。サルビア。花言葉は熱い思い。皆さんが今日一日熱い思いで過ごせば、きっと願いは叶うことでしょう。皆さんが今日一日熱い思いで楽しめるように、私たちが歌でお見送りをさせていただきます。